マスオ TV。 はい、マスオ TV です。はい、皆さん、今日はですね、ついに YouTube プレミアムが日本にも来たということでですね、今日は YouTube プレミアムについて皆さんにね、お話ししていけたらなと思います。何やら YouTube プレミアムでは広告がなくなってしまうらしい。 YouTuber は大丈夫なの？これから。と思ってくださる方もいらっしゃるかもしれないんで、その部分についてもね、お話ししていけたらなと思います。まあ、YouTube プレミアムってなんぞや、初めて聞いたぞとね、ね、思った方もいらっしゃるかもしれないんで、簡単にね、紹介していきます。で、YouTube プレミアムっていうのはですね、もともとね、YouTube レッドと呼ばれていました。で、何かと言いますと、YouTube をさらに楽しく利用するための、まあ、有料サービスの一つ。ということで、まあ、海外ではもうね、ずっと前に確かスタートしていったと思うんですが、ついにそれが日本でもスタートしたっていうことなんですよね。まあ、有料でね、毎月月額が、1550円なんですけど、今は、3ヶ月間トライアル中っていうことで、もう少し安く、まあ、利用できるようなんですよね、YouTube プレミアム。で、その月額、ね、払うと、一体何が、どんな風に良くなるのっていうね、ことなんですけど、簡単に、まあ、紹介すると、動画の広告がなくなります。一番最初にさ、ポチッと押した時の広告がなくなったりとか、あと動画の途中にさ、ポンポンポンってあったりするじゃないですか。ああいうのとか、あとバナー広告とか、あと検索広告、オーバーレイ広告っていうね、まあ、様々なね、広告がなくなります。YouTuber って広告から収益得てるんじゃないですか？大丈夫なんですか？それってね、思う方もいると思うんですけどね。はい。まあ、大丈夫なんですよ。結構すごいよね。僕さ、割と YouTube の広告もう好きなんだったんで、まあ、これに関しては、まあ、ね、なくなった方が見やすいは見やすいんですけど、なんとなく、こう、たまに見たくなっちゃうんですけどね。うん。で、その他なんですけど、まだまだね、いっぱいいいことがあって、YouTube ミュージックプレミアムってことで、YouTube ミュージックの何百万本のもの楽曲や動画を広告なしで視聴することができますっていうことです。まあ、YouTube の、音楽とかも、まあ、無料でっていうか、広告なしで見られると。で、さらにね、大きいのがですね、楽曲や動画をモバイル端末に保存して、オフラインで再生することができるようになるんですよ。どういうことかというと、まあ、YouTube で、やべ、この曲めっちゃいい曲じゃん。それを、保存しておけるの。30日間。ポチって、ボタン押すだけで。で、例えば飛行機の中で、まあちゃんとね、飛行機モードにして、保存しておいたやつをこう、聞けるとかね。まあそういうこと、電波があんまりないところに行って、聞くことができたりとか。さらに保存しておけるんで、まあ家でさ、こう保存するじゃないですか。YouTube の、で聞きたい音楽とか動画を、家で Wi-Fi の環境で保存して、まあ外で Wi-Fi がない状況でこうやって見て、そのパケット通信量っていうのかな。うん、それをこう節約したりとか、まあ、そういうことも YouTube プレミアムに入るとできるようになるんですよね。なんか普通に自分が聴きたい楽曲をこうブワーって保存しといてさ、何聴こうかなって、まあ、簡単にこうね、うん、パケット通信なしでこうどこでもしかも聴くことができるっていうのはね、まあ、かなり大きいんじゃないでしょうかね。まだあります。YouTube オリジナルズっていうね、ものが、見れるようになります。これね、YouTube の人気クリエイターが制作した YouTube オリジナルズシリーズや映画をリリース当日から追加料金なしでお楽しみいただけますっていうことで、なんとなくね、これピンと来ない方もね、いると思うんですが、このね、YouTube オリジナルズで、そのシリーズをね、出す人がね、多分、いるんですよ。たくさん。これから。で、今日の昼間にですね、はじめ社長いるじゃないですか。で、はじめ社長が今日動画出してたんですけど、その YouTube オリジナルズで、動画、こういうの出しますよっていうね、動画を出してたんで、ぜひね、気になるっていう方はね、そちら、リンク貼っておきますので、チェックしてみてください。かなりね、こう、凝った、こう、規模の大きい、こう、撮影で、うん。まるでテレビとかみたいな、うん、感じで、
テレビドラマみたいな感じで多分撮影してんだと思います。だからまあこういうのもさあるから、はじめ社長あんだけ忙しかったんでしょうね。今日は動画休みます、ごめんなさい忙しくてってね、理由言えない、発表したかっただろうにね、本人もね、そういうことだったんだっていう感じで、ぜひね皆さんね、はじめ社長お疲れ様ってね言ってあげてください。はい、僕がそんな偉そうに言う立場じゃないんですけど、はい、ということでまあそのね、はじめ社長以外にもおそらくこれから YouTube オリジナルズでたくさんのね、あのコンテンツを上げる人がたくさんいると思います。それを見れる、まあそういう風になるってことですね。ということで今は YouTube の音楽保存、音楽と動画を保存できる、あと広告なしで YouTube オリジナルズが見れるっていうことなんですけど、もう一点ね、これに登録するとめちゃくちゃ大きい点がねあるんですよ。でそれがですね、あのこれなんですよね。あの今僕の動画なんですけど、これ例えばポチッと押すじゃないですか。やるために、はい、で YouTube こう今見れますね。でこれを例えば閉じますと、こういう風にほら、これわかる？なんとですね、この YouTube プレミアムに登録すると、 YouTube をですねバックグラウンド再生ねすることができます、できるようになります。皆さんも思ってませんでした？YouTube で音楽とかさ、例えば聴きながらなんかアプリゲームしたいなとかね、そういう風に思ってた方もたくさんいると思うんですが、この YouTube プレミアムに登録することによってようやくねそれができるようになるっていうことなんですよね。バックグラウンドで再生することもできるし、まあ再生しないことも、うん、できるみたいなんですよね。まあそういうのがこの YouTube プレミアムです。あの広告なしで動画をオフラインでも見れるように保存ができる、さらに YouTube オリジナルズが見れるし、バックグラウンド再生も見えるっていうね、まあそういうものがこの YouTube プレミアムでございます。どうですか、聞いてみて皆さんどう思いました、今のところ YouTube プレミアムで。こっからね、YouTube プレミアムで広告がなくなっちゃうっていうことは配信者の収益減っちゃうんじゃないのと思われる方もいらっしゃると思いますが、そこはですねご安心ください、おそらく大丈夫です。まあ僕もあの詳しいこととかあのもう全部わかってるってわけじゃないんで、まあ詳しいことは言えないんですけど、今までもそうなんですけど、自分の動画をどういう人が見てるとか基本的にはねわかるんですよ。視聴者層とか、あと視聴者のどのぐらいの時間見てるとか、あと高評価率がどれぐらいとか、 YouTube ってその見てる人のデータって全部こうわかるようになってて、 YouTube プレミアムに登録してる人からどれぐらい見られてるかっていうのも実はわかるようになってるんですよ。日本ではまだスタートしてませんでしたけど、このね数ヶ月間も YouTube レッドを見てる人の視聴ってね、あったんですよね。まあ海外の人がおそらく見てくれたんだと思うんですけど、でそういう風に YouTube プレミアムに登録している人が見てくれると、多分その YouTube プレミアムに登録している人のどのぐらいの多分再生時間があったとかわかんないですよ。再生回数かもしれないし、再生時間とか、まあいろんなまあもろもろの要素を含めて、その分のこう収益がちゃんとね出るようになってるんですよね。まあ、広告はないんですけど、その人たちがどれぐらいね視聴いただいたかっていうので、ちゃんとYouTube からこう収益が得られるようになってるので、うん、大丈夫だと思います。まあ僕も残念ながら詳しいことは分かりませんし、どういうぐらいなのかっていうのはね分かんないんですけど、まあぜひね安心してほしいなと思いますね。これからね YouTuber になりたいってね思ってる方からしたらね、いや広告がそうやって少なくなって、収益が少なくなって YouTuber っていうのがになるのがさらに大変になっちゃうのかみたいなね考えをする方もいらっしゃるかなとも思ったんでね、簡単にねご紹介できたらなと思って今日はお話ししてみました。おそらくねこのぐらいの内容だったら多分話しても大丈夫だと思うんですけど、はいはい、ということでね今日はね YouTube プレミアムについて皆さんにねご紹介していきました。まあ有料にすればさらに便利、かつまあいろいろできるようになるよっていうこともそうですし、あとね人気クリエイターの方々が YouTube オリジナルズでどんなねシリーズを作るのかっていうのがね僕的にはすごく楽しみです。はい、皆さんもねぜひねその YouTube プレミアムについてどんな風に思ってるのかっていうのをねぜひコメント欄でいただけたらなと思いますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ということで皆さん今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。
以上、マスオ TV でした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。